バリアドリットラックは、スペインバリアドリットに、本拠地を置く、ラグビーユニオンクラブ。1986年に設立され、リビシオンでオノーリに属している。チームカラーは、青色と白色。ホームスタジアムは、エスタディオ・ペペロホ。2001から02シーズンには、チャレンジカップに、初めて出場したが、イングランドのロンドン・アイリッシュ、フランスの US ダクス。 イタリアのラクイララグビーに対して6戦全敗だった。2003から04シーズンのチャレンジカップでは、イングランドのニューカッスするファルコンズに、ホームアウェーそれぞれで大敗した。同シーズンのヨーロピアンシールドでは、イタリアのオベルマックラグビーパルマ FC に対して、全戦したが、ホームアウェーでの2連敗は避けられなかった。2004から05シーズンのチャレンジカップでは、 イタリアのラグビービアダナにホームアウェイそれぞれで大敗し、ヨーロピアンシールドでもイングランドのリーズ・カーネギーにホームアウェイそれぞれで大敗した。2011から12シーズンにスペイン王者となったことでチャレンジカップ出場権を得たが、経済的な問題によって出場機会を失い、バリアドリットラックの代わりにゲルニカ・ールティがスペインを代表して出場した。 2014から15シーズンにはコパイベリカでラグビーでポルトガルのクジルと対戦して勝利した。2015から16シーズンにはスペイン王者としてチャレンジカップ予選に参加し、ベルギーのロイヤルキトロ RC とイタリアのモリアーノラグビーには勝利したが、ポルトガルの GD リレーとトルーマニアのティミショアラ、サラセンズに敗れて2勝2敗だった。ありがとうございます。